失礼。ほらここ、下界にも井槌と同じ植物が生えてる。本当だ、じいじの看護に包まれていたとはいえ、やっぱりつながってるんだな。ああ、下界の植物が風に乗って井槌まで運ばれてきたのかもしれない。おっと、風が運ぶのは種だけじゃないぜ。なんだ急に。面倒な予感しかしない。まあ、そういうなって、青少年の君たちに関係してくる話だぜ。風ってのはな、頼り、メロディー、恋なんかも運んじまうから、何かあったら俺まで言うように。確かにそういう風に言うことはあるけど、ザビーダだけには絶対言わないだろうな。俺応援するし、いい仕事するぜ。浮ついた話を聞きたいだけなのか、ダダ漏れだ。